バイドア。バイドアはソマリアの都市。ソマリ語ではバイダボという、同国南西部の国境近くに位置し、エチオピアに続く交通、軍事の要衝を、首都モガディシュから北西2 5 6トルに位置する、人口約80万人。2002年に独立宣言した南西ソマリアの首都とされた、2005年に ソマリア暫定連邦政府の首都機能が一時的に置かれた。2006年7月からはエチオピア軍が数千人規模で進駐した。一方、南西ソマリアの大部分を支配下に置いたイスラム法廷会議はバイドアに対して必要な攻勢をかけたが、同年12月の攻勢を機にエチオピア軍と戦闘になり、十四日からエチオピア軍が本格介入するとエチオピア軍と 暫定政府軍が、バイドアを拠点として、首都モナディ首へ向け進軍、法廷会議を追撃した。年間最高気温は29度 C から36度 C、最低気温は19度 C から21度 C、月間降水量は4月と5月及び10月と11月に100ミリメートルを超え、それ以外は極端に少ない。バイドアから約50キロメートル東にある村には、 石器時代のものと見られる遺跡が残っている。16世紀、バイドアワの一部だった。その政策は、エチオピア東部、北部の、西部の、南部のキスマヨなどの影響が見られる。その後、バイドアワの一部となった。ゲレディサルタン国は1908年にバイドアを含めて、イタリア領ソマリランドに編入され、1910年に、最後のサルタンが死んで滅亡した。 1960年にソマリアが独立するとバイドアはの行政中心地となった。ソマリアでは1990年代に内戦が勃発する。バイドアは1995年9月内戦初期に力を持っていた軍閥統一ソマリ会議の支配下となる。1996年1月バイドアは別の軍閥ラハンウェイン抵抗軍の支配下となった。 1999年にラハンウェイン抵抗軍は支配地域を大きく広げたためバイドアの重要性も非常に増した。2002年ラハンウェイン抵抗軍のリーダーはラハンウェイン抵抗軍の支配地域の独立を宣言し南西ソマリアと名乗った。バイドアは南西ソマリアの首都とされた。南西ソマリアの独立は2000年に設立された。 暫定国民政府に対する反対運動でもあった。2004年11月、南西ソマリア大統領のシャティガルドは、ソマリア暫定連邦政府への参加を表明。もっとも、この時点では、ソマリア暫定連邦政府の拠点は、ソマリア国外であるケニアの内ロにあった。2005年1月に、シャティガルドは、暫定連邦政府の財務長官に任命され、それと共に、 南西ソマリアの解体が正式に決まった。さらに、バイドアは、ジョハールと共に、暫定連邦政府の臨時本拠地の候補となった。当初は、ジョハールに、本拠地が置かれたが、バイドアの空港設備や、運河などが強化され、その後にバイドアに移された。2006年初頭から、イスラム過激団体、イスラム法廷会議が急速に力を伸ばし、ソマリア南部の大半を占拠する。 12月20日には、バイドは南東2 5トルの地点まで迫るが、暫定連邦政府は、隣国エチオピアに援軍を要請し、が12月22日に公式に、ソマリアに侵入した。それまでにも、非公式に侵入していたと言われる。エチオピア軍は瞬く間に、イスラム法廷会議を駆逐し、12月28日には、ソマリアの旧首とモガリ州も奪還した。その間に、 暫定連邦政府は支配地域の守りを固めた。2007年1月8日、暫定連邦政府大統領のアブドゥラヒウスフは首都をバイドアからモガディシュに戻した。2008年、ソマリア南部で別のイスラム過激団体、あるシャバブが勢力を広げ、2008年末にはバイドアも支配下に入れた。2011年7月、国際連合児童基金、ユニセフが アルシャバブ支配のバイドアに支援物資を空輸している。2012年2月、ソマリア暫定連邦政府、エチオピア連合軍はアルシャバブからバイドアを奪還した。2012年8月に暫定政府は統治期間が終了し、翌月には内戦後初めて国際的に承認された正式府が発足した。この政府は連邦制を採用しており、 各州に強い自治権が認められることとなった。2013年12月、バイドアにて、地元勢力と連邦政府との間で、ソマリア南西州の形態について、話し合いが行われた。全連邦議会議長のは、米地区、バコール地区、カブシャベル地区の3地区をまとめて一つの州とすることを、提案。一方で、大会主催者のマラクアリ氏の、元議員のマドベヌロ モハメド、米地区首長のアブディハターゲーセイは、米地区、バコール地区、カブシャベル地区、ゲド地区、チューブジュバ地区、カブジュバ地区を一つの州とすることを提案。2014年10月29日、バイドアにて、ハッサンシェイクモハムド大統領、モハメドオスマンジャワリ連邦議会議長、国連のソマリア特使も参加した会議が行われ、南西州を暫定的に、米地区、バコル地区、 カブシャベレ地区から構成することが決まった。ただし、南西州の州都は、バイドアではなく、カブシャベレ地区海岸部の都市ブラ場になった。2000年時点で、バイドアには、約15万7500名が、バイドア地区には、約22万7800名が住んでおり、ソマリアで、最も人口が集中している地域の一つである。人口の流動も多く、民族的にも、 文化的にも多様な地域である。バイドアは、ソマリ族の士族としては、ラハンウェインが多く、話される言語は、ラハンウェインがよく使う、ソマリ語のマーイ方言である。バイドアは、マーイ方言の中心地の一つである。マーイ方言は、文法も人も、標準ソマリ語とかなりの違いがあり、相互に理解できないほどである。しかし、今日では、マーイ方言話者は、 標準ソマリ語も使える人が多い。バイドアはステップ機構、欠片の機構区分では BSH である。バイドアには大きな中学校があり、2008年には100名が卒業している。2012年時点でいくつかの高等学校も設立が進められている。バイドアにはがある。2007年に学者や有識者による準備委員会が設立され、 2008年8月に最初の生徒を受け入れた。大学は社会科学カレッジ、教育カレッジ、健康環境科学カレッジ、法学カレッジの4つからなる。バイドアは2008年末から2012年2月までイスラム過激組織アルシャバブの支配下となる。2012年3月、アルシャバブ統治機から学長を務めていたモナメド、アリカラアイが暫定連邦政府軍に 逮捕されている。2013年8月のの報告によると、南ソマリア大学の財源の7割は、時給、3割は、外部支援である。バイドアには、標高463メートルのがあり、滑走路は40メートル幅3000メートル長で、アスファルト製である。空港には、燃料補給所、倉庫、ラジオ等などを備える。バイドアは4つの改築からなる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。